これからコストコ行くよ。はい、パパが車運転してください。まだちょっと感覚がつかめてない。久しぶりの運転だからね。レッツゴー、レッツゴー。じゃあまえちゃん。はい、ということでね、コストコ行ってきました。はい、何がおかしいのかね、私のお母さん笑ってますけどね。どうぞ、なんかテレビ見てるわけじゃないですから。何笑ってるんですか。出る側ですよ。じゃあ何がやるんですか。やめませんよ。じゃあ紹介してきましょう。お願いします。疲れる。疲れるお願いします。ね、値段も分かりやすく付箋貼ってますので、はい、はい、まずこちら最初最初はこれ、はい、歯間ブラシですね、はい、こちらの方がですね、値段の方が90本も入っていて、はい、値段は1298円です。はい、ということでちゃちゃっと紹介しましょう。はい、はい、次はどうでしょうか。自己紹介これ重いですね。嫁と姑の力合わせて頑張って持ってください。ということで、ちょっと映りましたかね。はい、ですね、ちゃんとカメラ的に映ってます。映ってます。はい、こちらの3倍長いっていう、芯なしのトイレットロール、ね、はい、で値段の方がですね1428円です。はい、でこのケースで、まあ、12ロール入ってるということで、まあ、ちょっと買ってみようと試しに、はい、買ってみました。重いですね。重いですね。はい、よいしょ。はい、じゃあ、はい、次これ、続いてがこちらマウシュウォッシュですね。998円です。ということでね、なんか一つあたり300いくらなんで、まあ、かなり安いんじゃないかなと思いました。はい、うん、安いと思います。はい、で続いてがサラダ、はい、サラダ、そうですね、すりおろしチーズのソースです。どうです、これもね、サラダ、はい、まあ、レタスとかキャベツとかに、まあ、かけて食べようかなと思いますね。はい、これ値段の方はいくらでした。2個で669円です。はい、楽しみですね、これで食べるのも。はい、はい、続いてはコーヒーです。ルイボスティー。これはね、ルイボスティーっていう、ルイボスティー、はい、で、これは400個ついてますね。4つ入ってて、はい、1298円です。はい、1298円はい、はい、私のお母さん全く喋らずに進めてますね。はい、続いては、はい、豆乳です。そう、これね、なんで豆乳買ったかって言ったら、なんか私のね、お母さんがママにね、牛乳飲むと脂肪がついてもう大変になるのよ、だからね、豆乳なのよ、なんて言っていきなり来て、あなたもね。で買ってみました。12パック、これは12パック、はい、で、うん、値段の方いくらですか。1798円です。はい、これも楽しみですね、なんか、はい、さあお次は何でしょうか。はい、やっぱこちらですね、これ桜チキンです。はい、桜鳥っていうことで、はい、これ4つですよね。4つ入って、はい、国産でついてるということで、値段の方が、はい、はい、今ね、まいちゃんがおたけびをね、あげましたけども、見えない、値段の方が、2.4kg で2388円でしたね。はい、なんこれ1回じゃ食べることできないので、うん、まあ、小分けにしてね、唐揚げにしたりとか、いろいろ食べたりとかしたいだと思います。で、次がこちら、ブルッコギーです。これ
これもね、美味しいですよ。試食ねしたらすごい味濃くて、はい、なんかこれでご飯何杯でもね食べれそうな感じしたんで、はい、買いましたね、はい。これも一気に食べることできないかもしれないんで、まあ小分けにして食べたいなと思うんですけども、はい、値段の方がですね2908円です。8円でした、はい、はい。で、お次は最後になりますかね。これでで最後がやはりそのコストコっていうと、まあ、そのクーラーバッグですね。クーラーバッグ、はい、こちらのか、ね、このコストコのクーラーバッグなんですけども、はい、なんか2つついてで値段の方が値段はもう1998円でしたね。はい、はい、ということでね、なんかまいちゃんが早く終われって言ってますから、はい、はい、いや、すごい暴れ方ですね。ちょっと撮ってください、暴れてるまいちゃん。ちゃんとね抱っこしてんですけどぐずっちゃってね、まあそろそろ寝ちゃうんじゃないかなと思いますが、以上コストコの紹介でした。ベイベイバイバイ。ブルコリー作ります。プルコギ、プルコギ、うん、美味しい。どのくらい、どのくらいにしようか。はい、プルコギご飯できました。食べますよ。炊飯器のご飯が人数分ねちゃんとなかったので、ちょっとご飯つくまで少なめですけど、ちょっと我慢してるんです。おいしい、そう、ちょっとね甘いでしょ。なんかベトナム料理風じゃないの、甘いから。だからで、まあ日本だと好きなんだ。あ、やっぱ砂糖使ってる感じだから甘いからな。
まあ、日本だとね、すき焼きみたいな感じで、もしかするとこのプルコギに卵、生卵を溶いたりとかでつけて、うん、すき焼き風にして食べると美味しいかもしれない。さらにいろんな食べ方がある。そうですよね、なんか卵の黄身、うん、あ、ドロってかけて食べたら、はい、いやー、それも美味しいですね、はい、じゃあ今日はコストコお疲れ様でした。